ずるいでしょ。島村です。今日はですね、僕の動画番外編第2弾なのかな、第2弾ということで、またですね、この僕のわけのわからない動画に出演したいという方が現れてしまったので、今回お呼びさせていただきましたということで、まあこのね、この要塞みたいな感じなんですけども、ここら辺にまあ気づく人がいると思うんですけれども、では登場してもらいましょう。オタクカモン、来ました。ちょっと大丈夫？はい、大丈夫。緊張してる？緊張というか、何をしてるのかわからない。真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。じゃあね、じゃあちょっと簡単に、自己紹介をお願いします。つくもパソコン本店、まあ、秋葉原のつくもパソコン本店で、周辺機器を担当してる、DJ ネームだと DJ キーヤーで、本名が石塚って形でやらせてもらってます。という形でやらせてもらってる方です。はい、よろしくお願いします。まあね、今回はそう、今、今日はつくもパソコン秋葉原店さんから、この石塚さんこと DJ キーヤーさんが来てくれてるんですけども、キーヤーさんはこれ DMC ジャパンの、東北予選とかの本戦に、出場していたりとかして、かつ皆さん、こうニコニコ動画とか、今回はちょっとオタク要素なんで、ガンガン出していくんですけども、で、まあ、とか議員のね、スクラッチとかで、まあ、演奏してみたランニング何位だっけ。一応、演奏してみたで1位になった。そう、35万再生。35万再生だそうです、うん、いや、そんな再生数稼げたことない。僕がなんか実況プレイ上げた時は25再生ぐらいでした、うん、はい。というわけでですね、まあ、そんな、オタクであり、つくもの店員であり、つくもさんの店員であり、DMC とかにも出ちゃ う, こうスクラッチのすごい人が今回、この僕みたいにね、スクラッチができない人とは違っていいスクラッチを見せてくれると思いますので、今回はちょっと、そんな感じでこの動画をやっていきたいと思います。で、まあね、いろいろとこう何やろうかって2人でちょっと考えてたんですけれども、今の、冒頭の僕みたいなスクラッチをかっこいいと思う人はちょっと間違ってるんで、ここからですね、同じ元ネタでこのキーヤ君にちょっと軽くやってもらおうかなと思います。さまざまな事情でなんか萌えな感じとか、萌えみたいな感じとか、ね、なんかリから始まるとか、はい、うん、今期何見てとか、ポキタマザとか、うん、ありえんよさみがなんとかとか、今とりあえずオタクっぽい用語ガンガン出したんですけど、まあ、そういうのは全部、今回ここに反映できないのをさまざまな事情がありまして、ここに反映できないんですよ。なんで、まあ、ちょっと今回は、まあ、こうオールドスクールな感じのビートでちょっと遊んでいきたいかなと思ってます。
7月31日に、つくもパソコン本店4階にて、4階にて、7月31日アニソン DJ セミナーを、行います。で、アニソン DJ セミナーどんな内容でやりますかっていうと、今回、見せたような、ターンテーブリズム、こうターンテーブリストの話も聞けるし、こうロングミックスのやり方とか、あとそうですね、基本的な部分は全部触れようかなと思ってます。で、基本的な部分の他にこう聞きたいことあったら質疑応答の時間も設けてるんで、例えばリミックス作りたいとか、エディットとかってどうやるんですかとか、まあ、ちょっとこう DJ から、DJ に近いけどもなんか聞いてもいいのかなっていう部分まで、こうできる限り2人で答えていきたいと思うので、もしよければ7月31日日曜日、日曜日の、14時から14時会場もう入れるようになってます。で、14時半、30分後ですね、14時半から、僕と、キーヤ君でデモプレイ30分、やらせてもらいます。で、デモプレイが終わった後に、15時から、セミナー開幕という流れでやっていきたいと思っています。多分今こう公の場にさらされる動画なんで、あのオタク用語結構控えてるんですけども、やたらとオタク用語連発するし、アニメの話、そう、あとアニメの話もほとんどアニ、前回とかほとんどアニメの用語ばっか、まあどうやって皆さんわかるって、そうで、どうやって DJ 教えてんの俺らっていうのを未だにちょっと反省点でもあるんですけど、ちょっとあのついていけるぐらいの、あのイオンとかで、うん、あのやっていきたいと思いますんで、皆さん、よかったら7月31日遊びに来てください。よろしくお願いします。というわけで、今回は、ゲストに DJ キーヤを、招いて、ワッサー動画作らせていただきました。5分ですから DJ テクニック番外編ということで、また皆さんお会いしましょう。キーヤ君に会いに来てください。バイバーイ。スクラッチか、スクラッチ。